はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日は後半のレベル上げの時にぜひ装備してもらいたい防具を入手しに行きたいと思います。行く場所ですけども、ここクラックレッジから左、西クラックレッジ坑道、ここへ向けて出発しましょう。では行きますね。あー、たまにこういうのあるよね。うん、始めましょう。この変な敵が出てくるんだけども、一回戦ったり逃げたりすると、消えちゃうっていう。まあ何なんだろうね、ちょっとよくわかりませんけども、まあとりあえず、ここ進んでいきましょう。で、俺ね、レベル99、全員99にしてからここの装備気づいたんだけども、おそらく、気づいてない人は多いと思います。なぜかっていうと、街の中じゃないので、取ってない人も多いんじゃないかな。で、ここ商人のギルドがあります。商人ギルドの横のこの人、夜と昼とでは人が違うんですよ。夜と昼とでは、人が違います。これの昼の人、この人から買い取ります。これ禁断の盾、まあ、禁断シリーズはいくつかあるんだけども、盾はここで入手することができます。で、この盾の能力なんだけども、これレベル上げにかなり重要なやつです。装備効果が敵との遭遇率が上がるなんですよね。後半のレベル上げ、アルロンドを使うと思うんだけども、敵にね、まあ、何度か、遭遇して、キャットリン、オクトリン、もしくはボス、その3体を出さなきゃいけないんだけども、まあ、この遭遇する時間が遅ければ遅いほど効率が悪くなるんですよ。なので遭遇率は高い方がいい。で、遭遇率を上げる装備っていうのが2つあって、1つがこれ、引き寄せのリボン、これが入手簡単ですね。で、もう1つが今手に入れました禁断の盾ですね。この2つなんですよ。で、しかもこの効果、重複します。重複するので、ものすごくね、いいんですよ。まずね、何も装備してない状態で、ちょっと秒数を数えてみますね。何秒ぐらいで敵が出てくるのか。これ、ね、敵が出てくる秒数、大体一緒ですもんね。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、まあ7秒ですかね。何も装備してない状態だったらば、7秒で敵が出てきました。んで、片方装備しますね。引き寄せのリボンを一つ装備します。では行きます。1、2、3、4。4秒です。4秒で敵が出るようになりました。まあ、装備してない時と比べると、3秒短縮できて、結構いいですよね。この3秒の短縮って結構重要だと思います。で、さらに、今入手しました禁断の盾。これを装備して歩きます。いきます。1、2、2秒ちょいです。2秒ちょい。うん、2秒ぐらいで敵と遭遇します。何も装備してない時は7秒だったんだけども、これを2つとも装備すると、2秒ちょっとで、敵に会うことができる。これでね、キャットリン、そしてオクトリンとボスだね、との遭遇がものすごく早くなって、レベル上げだいぶ効率が良くなります。ですので、この装備絶対取るようにしてください。取ってからレベル上げをした方が絶対いいです。俺はもうすでに99になってるので、ちょっともったいなかったなって思いますね。これレベル上げする前に入手してたら、もうちょっと効率が違ったと思いますけどね。はい。ぜひね、レベル上げの時には、これ、禁断の盾、絶対入手してください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。